機械翻訳、機械翻訳、機械翻訳とは、ある自然言語を別の自然言語に翻訳する変換を、コンピュータを利用して、すべて、ないし、可能な限りすべて自動的に行おうとするものである。機械翻訳の着想は17世紀まで遡って、由来を調べられるかもしれない。1629年に、ルネ・デカルトは、単一の記号をもって異なった言葉での同一の、 概念を割り当てる普遍言語を提案した。機械翻訳という発想が生まれた起源の一つは、暗号学である。ウォーレン・ウィーバー、シャノンによる、情報理論の記念碑的業績である論文、通信の数学的理論の書籍版の共著者が19473月に、ノーバート・ウィーナー、サイバネティックスが著名に送った手紙によると、ロシア語で書かれた文章について、それを、 暗号化された英語の文章とみなせば、暗号解読の要領で、機械的に分けできるのではないか、と提案している。しかし、同年4月のウィーナーの返信によれば、言語は曖昧な表現が多いために、暗号解読のようにはうまくできないのでは、と懐疑的であった。米国及びソ連の場合、機械翻訳はこの暗号絡みのエピソードにも、 示されているように冷戦を背景とした需要があった。一方、欧州の場合は、多国間交渉や条約などで多国語間の翻訳という課題を得ていたという動機があり、二言語間ではなく、多言語間の翻訳という比較的難しい問題に挑む一方、ある程度近い言語間の翻訳ではあった。日本の場合は、とにかく英日、日英の翻訳が望まれた。 上位の学術分野としては、自然言語処理あるいは、計算言語学であるが、いずれもコンピュータの発達により、自然言語を扱えるようになったことで発展した分野であり、また、自然言語の統計的性質を研究する点など、暗号学に起源の一部をたどれる点も似ている。機械翻訳はこれらの分野で主要な応用の位置にある。大学や、 研究機関による成果の最も早いものは九百五十四年にジョージタウン大学などの研究グループにより発表された。これを皮切りに携帯素解析やかかり受け解析などの機械翻訳に必要な技術の剣が始まった。日本では九百五十年代に九州大学の栗原敏彦らが研究を開始し、九百五十年代末に実験機キロトンマイナス一を またそれとは独立に電気試験所、あとの電子技術総合研究所の研究チームが実験機、的を作成している。その後も研究が続いたが、当時のコンピュータの性能による限界が厳しく、米国では1964年に発表されたアルパックレポートで機械翻訳の様々な問題点が指摘され実用、出るには程遠いとされたことにより、米国では 同時期に似たような経過をたどった他の人工知能分野と同様に研究にしばらく予算がつかず、約10年にわたって研究が停滞した。しかしそんな中でも研究する研究者はおり、研究は緩やかに進んだ。1980年代になるとルールベースの機械翻訳システムが一定の成果を上げるようになった。一方、IBM は1990年代に異なる。 言語間の単語対応を統計的に獲得する IBM モデルという手法を提案した。これが統計的機械翻訳の始まりである。初期の統計的機械翻訳は単語の並べ替えに基づくものであったが、2000年代に句構造を利用した翻訳手法が発表され、語族が異なる言語間でも翻訳の精度が飛躍的に向上することとなった。 2010年代に入り、ニューラルネットワークによるディープラーニングを使ったニューラル機械翻訳、NMT が登場したことで品質が向上した。近年のコンピュータの速度と容量の拡大に基づく力技による解決が進んだことなどにより、急速に成長している分野であり、特定の用途に限った翻訳においては、人間の手で補助することで、ある程度の解決が見られるようになっている。 今後人々の日常生活における異元感のコミュニケーションに大きな影響を与えることが期待されている。一方で研究が進むにつれ言語の複雑さに由来する機械翻訳の限界が指摘されており人工知能、NLP、ニューラル機械翻訳などの立場では克服すべき課題は多く完璧な機械翻訳を期待するのは現実的ではないと認識されている。 1975年時点で現実的に研究すべき機械翻訳としてと述べており、この視点が現在でも受け継がれている。奥村学自然言語処理は翻訳は人間でも言外の意味の理解や知識を要求される非常に不可の高いタスクであり、全自動高品質機械翻訳の完成を目指してはいけないと2014年に述べている。ティエリー・ポイベアウ。 ラチス言語学研究所所長は、機械翻訳が人間の翻訳をとって変わることはない。そのようなことは目標でも望ましい結果でもないと2017年に述べた。翻訳通訳は圏外である。この研究では、認知性、創造性、社会性の観点から機械化されるリスクに対し、様々な職種に指標を与えている。 翻訳通訳は0.38の指標を与えられている。機械翻訳の手法は大きく分けて、ルールベース機械翻訳 RBMT とコーパスベース方式に対別される。コーパスベース方式には統計的機械翻訳 SMT とニューラル機械翻訳ナノメートルがある。2010年以降はニューラル機械翻訳が主流となっている。手法としては、 以下のようなものがある。特許やマニュアルなど、文のスタイルがほとんど変わらない状況では、反価能力が小さくても、システムとして十分機能する場合がある。要例に基づく翻訳では、翻訳の例文を記憶した要例辞書と単語対応を記憶した単語辞書を使用する。システムの大まかな流れは以下の通りである。要例に基づく翻訳では、 データベースが文全体を記憶していた。一方、単語、フレーズに基づく翻訳では、文を細かな単位に分割し、出現確率や並べ替え確率といった情報を利用することで、コーパスに存在しない文に対する反価能力を上げる。公文機に基づく翻訳は、機械翻訳開発のかなり正気からあったアイデアである。 1960年代から1980年代の今から見れば古いタイプの AI 研究者はしばしばこうしたアイディアを過大評価し、それによった単語、フレーズに基づく翻訳は文の構造を利用しない翻訳のため文法的に誤った訳出が多い。また日英翻訳のように単語の並べ替え距離が大きい場合、正確な翻訳を行おうとすると探索空間が 爆発的に大きくなってしまう問題があった。公文記に基づく翻訳では、入力文の公文情報を利用することにより、言語構造的に誤った並べ替えを探索空間から除外し、より正確な翻訳を行うことができるだろうと期待された。だが、主としてこの公文記に頼る翻訳システムは、多くの研究者による長年にわたる試行錯誤にも、かかわらず、結局、 翻訳文の質が実用翻訳、実用通訳のレベルまでは向上せず、行き詰まりを見せた。公文記に基づく手法はいくつか存在するが、以下に、区構造に基づく翻訳の一例を示す。例として、英語から日本語への翻訳を考える。以下のような原文が与えられたとする。この文を区構造解析して得られる、公文記は次のようになる。 ここで以下のような辞書を使って英語の単語を日本語の単語に置き換える。公文記は次のようになる。しかしまだ語順が正しくないし、助詞もない。ここで公文記に対して以下のような規則を適用して変換を行う。すると変換された記はこのようになっている。ここから以下のような翻訳文を生成できる。これは非常に単純な例である。 実際には、英語のハブは、複数の語義を持つので、語義の曖昧性解消をしなければ単純に、ハブ持っているという変換をすることはできない。また、モダリティの考慮や、昭和の解決、敬語の扱い、自然な言い回しの文の生成など、実用的な翻訳ソフトウェアを作るためには、多くのことを考慮に入れる必要がある。公文機に基づく翻訳では、 公文解析誤りが翻訳結果に悪影響を及ぼす場合がある。その場合の解決策として、複数の公文機の候補、公文森を考慮した翻訳手法も存在する。計算機の発達によって1990年代以降、研究が盛んになっているのは、統計的な手法を用いた機械翻訳である。ルールベースの翻訳では、 ルールを作成した人間が想定しなかった入力文には対応できない問題がある。また、翻訳ルールの記述や見直しには膨大な手間がかかるため、効率が悪い。そこで、統計的機械翻訳では、パラレルコーパスと呼ばれる複数の言語で、文同士の対応がついたコーパスを利用し、翻訳のルールを自動的に獲得し、各ルールの重要度を統計的に推定する。 パラレルコーパスには自前のデータを利用することもあるが、最近では各言語に翻訳された特許や Web ページのクローリングデータなどを利用することもある。統計的機械翻訳は従来音声認識の分野で用いられていた雑音チャンネルモデルを応用したもので、原言,言語、翻訳元の言語フォーミュラ10は、目的言語、翻訳後の言語フォーミュラ11が、 雑音のある通信度を通る間に変化してしまったものであると捉え、翻訳作業を元言語から目的言語への複合であると考える。雑音チャンネルモデルでは複合誤りが最も小さくなる翻訳結果フォーミュラ12は以下の式を満たす。2番目の変形はベーズの定理による。ここでフォーミュラ14をモデル化したものを言語モデル。 フォーミュラ15をモデル化したものを翻訳モデルと呼び、言語モデルは翻訳結果の言語としての流暢さを、翻訳モデルは翻訳の確からしさをモデル化していると言える。翻訳モデルのみでは目的言語として正しくない文となってしまうため、言語モデルによって目的言語として正しくない文を取り除ける考えられる。また、言語モデルについての研究は、 音声認識などの分野において、すでに研究が行われており、その知見を生かすこともできる。統計的機械翻訳の処理系はこれらのモデルの組み合わせが高い値を与える翻訳結果を探索することになる。このような処理系は暗号理論からの類推で、デコーダー、複合機と呼ばれる。2000年代から盛んに研究されているに基づく統計的機械翻訳をはじめ、 近年では直接雑音チャンネルモデルを用いるのではなく、最大エントロピー法、対数線形モデルに基づく下記の最適化問題して考えることが多い。統計翻訳においても翻訳の精度を高めるために人手により追加されたルールを利用する場合がある。また、近年ではパラレルでないコーパスから翻訳ルールを獲得する研究もなされている。 機械翻訳の実現にあたっては、自然言語をコンピュータで扱うことに起因する様々な問題に対処する必要がある。ここでは、日英翻訳において顕著な例をいくつか挙げる。なお、これらの言語が特別このような特徴を持っているわけではなく、他の言語の組み合わせでも似たような現象は一般的に見られるものある。日本語では代名詞、私、これなど、 が頻繁に省略されるが、英語はこれらを明確に文に含める必要がある。このため、日英翻訳では省略された代名詞を適切に補う必要がある。以下に例を示す。この文から、友達と会ったのが弟であることは明らかであり、挿入すべき代名詞は HE であることがわかる。対応する英文は例えば以下のようになる。ところが、 機械翻訳で単純に文単位の翻訳をした場合、二問目だけでは誰が友達に会ったのか明らかではなく、前後の文を利用して挿入すべき代名詞を推測する必要がある。さらに、弟や妹などのように代名詞が容易に判断できる場合は良いが、より複雑な文ではどのような代名詞を挿入すべきか、簡単には判断できない状況もある。 一下の英文を考える。実務での翻訳や通訳の経験が浅い人、その中でも特にもともと語学能力が低く、普段から畜語式で翻訳まがいの作業をしひどい訳文を作りがちな人などが機械翻訳のソフトウェアを無双すると、とりあえず極めて素朴なルールベースの翻訳機を着想し、ライス、ご飯のような1対1の変換、畜語変換の規則を多数、 変換用対象テーブル等ので持たせ、あとは、統合法に基づいた、語順変換処理などをして、私はご飯を食べたという訳文を出力させる、プログラムさえ作れば、翻訳機ができるのではないかなどと、浅はかにも夢を見しまいがちだが、次の英文を考慮すると、そんな単純なシステムでは全く実用的な、翻訳機にならない、と、理解できる。この場合、ライス、ご飯と、 一対一の対象表で機械的に変換するシステムだと、例えば私たちは明日ご飯を収穫しますというお粗末な使い物にならない翻訳文しか出力されない。多くの言語間での言語訳語の関係と同様に、英語のライスに対応する日本語も複数あり、文脈に応じてこの文例では、とおべえ、ご飯などと訳し分けるものであること当然必要であり、 つまり、翻訳機は文脈に応じて、訳語を適切に選択しないようでは全然実用性がないので、当然この課題は解けるものになっていなければならない、ということは、機械翻訳開発のかなり初期段階で理解されていた。機械翻訳の難しさの一つは、自然言語の文を扱うということは、統語論では完結せず、意味論も扱わねばならないことが頻繁にある、という点にもある。 例えば英文タイムフライズライクアナアローについて、普通はこれを時は矢のように飛び去る、幸陰矢の如としと解釈するが、これを時間場は矢を好むと訳することも可能で、文法的にも破綻がない。当然、普通は後者は間違いなのであるが、後者を捨て去る判断のためには、人には字が素早く過ぎると感じられることがある。矢は早く飛ぶ。 時間場へという生き物はおそらく存在しないが矢を好むことなどありそうにないといった知識が必要となる。このように正しい翻訳を行うためにはその文が関わる世界に関する様々な知識や感覚が必要となる場合がある。また現実世界ではありそうにない時間場へも翻訳対象が架空の世界を描いた作品であれば存在するかもしれず 問題はより複雑になる。また、現実世界においても、昆虫群の移動速度を測定したい、生物学者は助手に向かい、ハエたちを掲示せよ。矢のように、と命ずるかもしれない。これらの場合は、婚姻矢の今年と,という文の方が現実を反映しない、わけということになる。機械翻訳は主に、自動翻訳と翻訳支援という、異なる応用先で用いられる。 自動翻訳では人間の介入は最小限であり入力分べてを機械に翻訳させようとする。これは翻訳元の言語を理解することができない人のための技術であると言える。翻訳支援はプロの翻訳者が翻訳作業を効率的かつ高品質に行うために翻訳ソフトを活用するものである。現実の翻訳は 互いの言語の関係によっても大きく異なる。自然言語はそれぞれ孤立して存在するものではなく、多かれ少なかれ互いに影響し合っている。特に共通の歴史が長い言語同士では、文法や語彙に共通性、あるいは共通の起源を多く持つことがある。そのような場合、極端に言えば、単語を置き換えるだけでもある程度のレベルの翻訳が、可能あるから、機械翻訳もより多やすい。 大体の意味を知るための外訳については、フランス語、スペイン語、イタリア語など、インドヨーロッパ語族ロマンス語系諸語間の自動翻訳は比較的順当であり、英語とロマンス語系あるいは、ゲルマン語系言語との間の自動翻訳も実用レベルに達していると言える。日本語からの翻訳の場合、実用レベルにあるのは朝鮮語との相互翻訳である。日本語と朝鮮語は、 膠着語であるという文法的共通性や漢語からの借用語などが多く、単語の置き換え以外にはあまり複雑な処理を必要としない。このため、語コレやクジクラブなどの自動翻訳掲示板なども存在する。日本語の場合は、助詞や同音異義語が多数存在し、主語の省略も行われる。このため、携帯素解析の段階で解析誤りが発生し、 推測しなければならない情報も数多く存在する。一般に、英日翻訳に比べて、日英翻訳の能力は低い段階にある。翻訳支援の場合、特定の分野の翻訳に適したユーザー辞書を作成することにより、翻訳ソフトの品質は大幅に向上する。だが、一定規模の企業、組織ユーザー以外の一般ユーザーによる小規模な利用シナリオでは、 ユーザー辞書の効果よりも辞書の作成にかかる時間、労力の方が大きい。その理由には辞書作成に技能を要するユーザー辞書のコンテンツがない、辞書の相互利用のためのインフラがない、翻訳の量が少ない、規模が少ない、頻度が少ないといった理由が挙げられる。これらの問題を解決するために、エント、アジア太平洋機械翻訳協会がユーザー辞書を 共有するための用語集仕様である AF を策定した。その後 AF の検討は中止され、2006年に後継の仕様であるユッチの策定が開始され、2013年現在ではバージョン1.11が公開されている。商用、非商用両方で多くの機械翻訳のアプリケーション、ツールキットが存在する。オープンソースソフトウェアとして公開されているものは主に、 統計的機械翻訳のためのツールであり、これらを利用するには、パラレルコーパスを自ら用意する必要がある。機械翻訳の評価方法として、人手評価と自動評価がある。人手評価は、その名前の通り、人間の評価者が翻訳機の出力結果を読んで、スコアをつけていく方法である。スコアとして、例えば以下のような基準を設定する。 各文に対して上記のような指針に従ってスコア付けを行い、最後に各評価の割合、どのスコアの分が何パーセント含まれているかを計算して翻訳システムの評価結果とする。複数の基準に従って評価したり、評価者が自由にコメントできるようにすることで、単純なスコア付けだけでなく、システムの改善につなげることが可能である。自動評価は、 機械翻訳の結果を機械的に評価する方法である。評価を行う場合は、まず、原文と参照訳、翻訳の正解文を数千つい程度用意し、翻訳システムを用いて、原文を翻訳する。次に、翻訳結果と参照訳の類似度を各文に対して、計算し、最後に平均を取って翻訳システムの評価とする。自動評価尺度として、以下のようなものがある。 それぞれの尺度に特徴があるため、一つの尺度を信頼するのではなく、複数の尺度を併用することが望ましい。機械翻訳の正確さに関してはいろいろと懸念されてきたが、マンチェスター大学のアナニーの博士は、教室で機械翻訳を利用することの利点のいくつかを調査、研究した。そのような教育上の方法の一つは、悪い見本としての機械翻訳と呼ばれる。 悪い見本としての機械翻訳は言語学習者に矛盾した言葉や訳文の不正確な側面を同一視することを強制する。逆に個人は期待を持って言語をよりしっかりと把握するものである。ニーの博士はこの教文が1980年代後半に実現したことを引用する。様々な楽器の終わりに二位の博士は 悪い見本としての機械翻訳だけでなくその他の諸モデルも使ったことのある学生からられた調査結果を入手することができた。圧倒的に学生は自らのにおいて理解力と語彙の検索が改善され信頼が増したことに気づいたようであった。著作権の保護を受けるのは独創的な著作物のみであり機械翻訳には創作性がないため 機械翻訳の結果には著作権の保護を受ける権利が与えられないと主張する学者もいる。問題となっている著作権は二次的著作物 A、デリバディブワークについてである。言語で執筆された現著作物 A、オリジナルワークの著者は作品が翻訳された時に権利を失うことはなく、翻訳者は翻訳物を出版するには許可を得なければならない。5、おさむき。